本当のコミュニケーションっていうのはどうしようもない摩擦と対立を受け入れて認めて対応していくことによって自分自身が成長することでもあるんやな。いかがです。今日は婚活のすすめ、あなたは何点ですか。まずは自分の客観的評価を考えようをお伝えします。僕は10年以上前から出会いイベントを開催してて結婚相談所の運営もしてます。今まで1万人以上の婚活男女と関わってきて日々様々な情報が入ってくるのよ。そんな僕がいつも皆さんに言ってるのは、婚活って絶対やった方がいいよ、お願いだからやってよっていうこと。そんなこと言うて結婚相談所に入会させようってことかじゃなくて、もしあなたがそろそろ結婚したいなって思ってるんやったら、とにかく婚活を始めてほしいね。結婚を見据えた出会いや恋愛をしてほしいと思ってんねん。全員が全員とは言わんけど、真剣に婚活に取り組むことで得るものってたくさんあるんやでって信じてんねんな。だから僕は婚活を勧めしてるの。じゃあ今日のテーマ、あなたは何点ですか。まずは自分の客観的評価を考えよう。いきましょう。婚活はうまくいかないもの。男性女性に限らず婚活はしんどいってよく言われてるよな。聞いたことあると思う。これなんでか知ってるか。それはな、婚活したら異性に断られるからやねん。自分自身が完璧に否定されるからやねん。あなたじゃないです、あなたじゃ無理です、あなたは結婚する相手としては失格です、不向きですってことをはっきりと突きつけられるんやな。それはしんどいよ。でもな、就活とも似てるやん。誰だって就活の時はちょっと無理めの会社に申し込むやんか、チャレンジするやんか。それで申し込むところ全てで内定決まるとかないやろ。ほとんどが断られてちょっとだけ1時2時とか受かっていくのが実情ちゃうかな。相手が自分をどう評価してくれるかなんてうまくいくことがめっちゃ難しいってことやねん。だからさ、婚活をやってる中でな、断られることにいちいちショック受ける必要ないのよ。うまくいかないことが普通のことなんやな。なぜなら人は自分の評価がちょっと甘めになることが一つ、それともう一つは婚活も少し上のレベルにチャレンジするのが当たり前やからな。就活でも婚活でも断られて希望通りいかんくても落ち込む必要はないってことな。客観的な評価。まず婚活を始めたら分かってくるのが婚活市場における自分の位置づけや。なんか欲張って考えてたけどもっと現実を見ようとか、逆にここら辺の層をターゲットにすると意外とモテるなとか、それがちゃんと分かってくる。ほんで婚活の素晴らしいところはな、今の自分が社会からどう見られているか、人からどう思われているかっていうのも真剣に考えられるとこや。婚活やからもちろん相性も大きいけど、一般的なマナーとか最低限の清潔感とかコミュ力とかな、もう一回一から考えるようになるんやな。そういうのは相性以前に評価されやすいし大事になってくるからな。さっきも言ったように、どんな人でも基本的に自分に甘めの評価をつける傾向があるから、その甘めの自己評価と人から見た客観的評価のズレをまず知ることが婚活の第一歩なんや。婚活が成功する人の特徴。幸せな結婚をしてる人には特徴がある。それは自分が与えられてることに感謝できる人ってこと。今の自分の持ってる条件の中で最大限の努力をする人こそがみんな幸せな結婚をしていくねん。与えられてる幸せな部分に注目してな、感謝してな、あれこれダメ出しや文句を言わずにさ、自分にできることに集中してる人になろうな。自分勝手とは本来自分勝手な生き物やねん。自己中心的にものを見るのが普通で、自分と違った立場や考え方があることに気づかへん。でもな、そこに他人が現れるのが社会やんか、人生やんか。自分以外の他の意見を知ることによって視野が広がって優れた人格になっていくんやな。そういうことを今まで子供の頃から少しずつ学んできたはずなんやけど、不思議なことに大人になった時点でその学びは止まってしまうんや。全員とは言わんけど大概の人はそうなっちゃうのよ。でもそれじゃいかんのよ、それじゃあかんのよ、それじゃダメなのよ。成長を止めたらいかんのな。いつも何歳になっても他人の声に耳を傾けて受け入れていく人でなくちゃいけないの。大人になると注意してないとどんどんダメになっていくねんで、衝突があるからいい。婚活をしてたらな、本気でお互いの意見をすり合わせなあかんねんな。だって結婚は一生続く関係やから、対立したままやったり我慢し続けることはできひんやろ。ここがすんごい重要でさ、自分の意見を相手に上手に伝えて、相手の意見をしっかり聞いて受け入れていくことを頑張っていくんよ。やるしかないから、これが婚活やから。そして婚活をすると自分のできること、相手に与えられることも真面目に考えるようになるわ。衝突があるからこそな、意見の対立があるからこそ人として成長できるねん。これはな、真剣に恋愛や婚活や結婚をしないと行きつけない境地なのさ。雨降って地固まる。ここでさ、摩擦や対立があるからこそ成長できるって言うたやん。結婚した後の夫婦はまさにそういうのがあんねん。5年とか6年とかな、何年も付き合った後に結婚したカップルでもさ、いざ結婚してみたら、へえ、この人こんなこと言うのって思うことがあるもんや。お互いのことをよく知ってると思ってたはずやのにさ、まさかあんなこと言うなんて。
ってことが全然意外でもないぞ。人は日々変化していくもんやからさ、さっきも言うたけども、人は成人してからは何も努力しないとどんどん自己中になっていくやん。日々成長していく人もいれば、日々退化していく人もいる。愛した相手の意外な一面を見ることってなんら珍しいことではないんや。そこでな、対立意見が出た時に、愛する人の新しい一面を発見した時に、どうしてこんなことを言うんだろう、なんでそんなことするのって、相手の言葉や行動の裏側にある状況や価値観を知ってな、認めてな、お互いに譲り合ってすり合わせていくことで、さらに一歩高い愛の関係が出来上がる。本当のコミュニケーションっていうのは、どうしようもない摩擦と対立を受け入れて認めて対応していくことによって、自分自身が成長することでもあるんやな。この境地にな、本気の婚活や結婚をすることでたどり着くことができるね。だから僕はみんなに婚活を進めたいねん。まとめ、婚活はうまくいかないもの。婚活は異性から断られるから、自分自身が完璧に否定されるからしんどいもんや。でも相手が自分をどう評価してくれるかなんて、うまくいくことの方がめっちゃ難しくて当然のことでもある。少し上のレベルにチャレンジするのは当たり前やし、落ち込まなくてええねんで。客観的な評価を知る。婚活を始めたら分かってくるのが、婚活市場における自分の位置づけや、そして今の自分は人からどう思われているのか、甘めの自己評価と人から見た客観評価のズレをまずは知ることが第一歩。婚活が成功する人の特徴。自分が与えられていることに感謝できる人はみんな幸せな結婚をしていくねん。あれこれダメ出しや文句を言わずに、自分にできることに集中する人になろう。人は自分勝手。人は本来自分勝手な生き物や。でもな、そこに他人が現れるのが社会で、他の意見を知ることによって視野が広がって優れた人格になっていくんやな。衝突があるからいい。衝突があるからこそ、意見の対立があるからこそ成長できるんや。自分の意見を上手に伝えて、相手の意見をしっかり聞いて受け入れていくことを頑張るんや。お互いの意見をすり合わせていくことによって、さらに一歩高い愛の関係が出来上がる。いろいろだけどな、婚活ほど真剣に自分自身と向き合えるものはないと思う。年を重ねるほど、なんか最近俺わがままになってきたな、私もわがままになってきましたっていう気持ちな。みんな少しは実感してることやと思うねん。婚活を初めてな、悲しい思いをして苦しい経験を乗り越えて、どんどん魅力を増していった男女、僕はたくさん知ってるのよ。結婚することこそが最高っていうわけではないけれども、一度真剣に婚活に取り組むことの素晴らしさっていうのは絶対にあるから。いつも言ってることやけども、婚活してみて自分は結婚に向かないとか、一人で生きていきたいってことに気づくこともある。それはそれで素晴らしいやんか。行動したからこそ分かることがあるからさ、あなたもぜひ一歩踏み出してください。はい、今回は婚活のすすめ、あなたは何点ですか、まずは自分の客観的評価を考えようをお伝えしました。今回の動画が面白かったなら、チャンネル登録と高評価してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。今後も一生懸命動画配信していきますので、よろしくお願いします。結婚してからもすり合わせが続くんですよ。頑張れ。じゃあね皆さん、明るく元気に婚活頑張りましょう。バイバーイ。